続いてのチームをご紹介いたします。青森県十和田市からお越しのバカ堂さんです。よろしくお願いいたします。はい、道又時計店前会場にお集まりの皆さん、こんにちは。十和田市からやってまいりました馬鹿道、馬の花道と書いて馬鹿道と言います。我々の演舞の前に、伝統的な三叉の大田三叉踊りの迫力ある演舞を間近に見て非常に感動しております。我々もメンバーちょっと少ないですが、精一杯元気に踊りたいと思いますので、ご声援よろしくお願いいたします。ご披露するのは東州歌集という八甲田さんの四季をイメージした踊りとなっております。四部構成で、冬から始まり春夏最後は紅葉の秋と流れていきますので、その辺を思い描きながらご覧いただければなと思います。それでは若殿、東州歌集。じゃあもう一回やりますから。やっぱりこの踊るタイミングと曲入るタイミングってやっぱり重要なんですよね。東春歌集と言ったらポンでいいですよ。はい、入れてください。いいですか、スタンバイ。それではまたと東春歌集。
けったい、あらゆる原因を表す見事な秋。さあ、馬タップで色とりどりの宝石箱をひっくり返せ。ありがとうございました。